なおじいです。本日もよろしくお願いいたします。今日はスニーカーレビューの方をやろうと思うんですが、紹介するスニーカーはこちら。これはですね、もう先々週ですね、購入したスニーカーなんですけども、ちょっと先週いろいろありまして動画撮れなかったのでちょっと遅れちゃいましたけども、今日はこれを開けたいと思います。で、開ける前に一つだけ、今日は9月の16日土曜日なんですけども、昨日15日の金曜日はスニーカーとは関係ないんですけども、 Apple から iPhone15 が発売というか予約ですね、予約を開始しましたね。9時から夜の9時ですね。で、僕が今使ってるこの iPhone って、これ iPhone の13 Pro なんですけど、まあ、ちょうど2年経つので新しいのがそろそろ欲しいなと思って、まあ、昨日のその予約会というかに僕も参加させてもらったんですが、ちょっと残念な感じだったんですね。結論から言いますと、予約はできたんですけど、まあ予約できないってことはないんですけどね。アップルの方式っていうのは遅くなればなるほど到着がこうどんどん遅くなっていくシステムなんで、僕は今回どうしても発売日に欲しかったんですけど、全然繋がらなくて、結局3日から11日ぐらいの到着でなんとか予約できたということですね。で、昨日の夜9時から開始だったんですけど、まあ全然繋がらなくて、僕が予約完了できたのは多分9時半近かったんだと思うんです。ちょっと正確に覚えてないんですけど。で、結局パソコンの方から繋げて、まあなんとかね、購入したんですけど、いやー、発売日欲しかったんだよなというのも、まあ僕がこのいつも動画撮ってる、まあ主にですね、抽選で動画撮ってるのは、今ここにあるこのカメラですね。いつもこの上から撮ってるカメラを、一眼レフなんですけどね、これを外に持ち出して、まあ、撮ってるんですね。ただちょっと天気が悪い時とか、まあ今日はちょっとでかいの持っていくの嫌だなって時にアクションカメラを持ってたんですけど、まあ売っちゃったんですね。画質がちょっと悪すぎてどうも納得いかなかったの で、その代わりに GoPro か新しい iPhone 買おうかと悩んだんですけど、まあ結果的にまあ電話も古くなってきたし、じゃあ iPhone 買ってね、まあ天気悪い時はその iPhone でこうさ撮ろうかなと思って、まあ新しいカメラが欲しくて、まあ iPhone の15 Pro を買いました。で、なんかチタニウムが使われるっていうので、まあ僕はブラックにしたんですけども、欲しかったんですけどね。まあ別に発売日に購入して何かすぐ使う必要があるのかって言われると別にそんなことなくて、ただ単に発売日に欲しかったってだけなんで、まあしょうがないですけどね。まあ3日から11日なんで、まあ11日ぐらいには来るかなっていう感じです。皆さん iPhone 買われましたか？はい、すいません、ちょっと前置きが長くなりましたので、早速ね、開けていきたいと思います。で、これなんですよ。はい、これがボックスなんですけど、まず見ていただきたいのがこのボックス、めちゃんこかっこよくないですか？これ黒にゴールドでナイキって入ってて、まあ当然このサイドとかね、ちょっとこのゴム邪魔っすね。こんな感じでね、黒金ですごくかっこいいですよね。で、もうサイドもね、ナイキで、ちょ、ピッカピカしてるじゃないですか。ということでね、このジョーダン1の箱にしては珍しく、すごい豪華な感じ。うわ、これ、ちょっと輪ゴムの跡がついたりしてますけどね。まあ気にせず。はい。ではね、早速開けていきたいと思います。ちなみにこの箱はね、かなりね、ジョーダン1の中でもね、いいなと思いました。はい。ちょっとね、机の配置を変えたんですよ。なのでちょっとこれがね、今一番広いんですけど、ちょっと余計なものいろいろ売ってますけどね、気にしないでください。こんな感じでいいかな。ではですね、早速開けていきたいと思います。いきます、せーの、パカッ。はい、こちらですね。おー、もう僕はもう店舗でね、現物確認したので実物見てますけども、いやー、渋くていいじゃないですか。かっこいいっすね。はい、はい、ということで改めまして、本日ご紹介するスニーカーはこちらのナイキエアジョーダン1ハイ OG のパロミノというモデルになります。なんかね、僕このパロミノってね、覚えらんないっす。今もスマホ見ながら言ったんですけど、パロミノってね、なかなか言いづらいですね。僕の中では馴染みのない言葉なんでね、すごく言いづらいですが、まあ簡単に言いますと、ブラックと焦げ茶ですよね。で、あとアクセントにゴールドが入っていると。なので、ボックスがゴールドなんですね。
で、これね、どうなんすかね。僕的にはもうね、すごくいいなと思うカラーリングなんですけど、まあやっぱりこう、あれなんすかね、若い子にはちょっと受け入れられないというか、まあちょっと渋いというか地味、まあ地味っちゃ地味なんですけど、まあそこがね、好みが分かれるかなと思うんですけど、僕はもう全然こういうの大好きです。で、これはね、もうサムネにも多分なってると思うんですけどね、絶対買っといた方がいいかなと、個人的には思います。UNC カラーとかね、まあ人気なカラーもありますけども、僕はジョーダン1と言ったらやっぱり黒、前も言いましたけど赤白黒、まあシカゴブレッド、その辺もすごくいいんですが、こういうねちょっと落ち着いた感じのねカラーリングも好きですね。なのであれないな、ちょっと今ないんですけど、あのドレスコードのね、なんだっけ、ダークモカとかね、あのドレスコードで今回履いたやつとかもいいですし、まああれは白が入ってるからね、あの万人受けする、まあ全体的に重すぎないカラーだと思うんでいいんですけど、まあちょっとこれはね黒ベースなので、まあ若干重いかなって感じはしますね。はい、ではねちょっと見ていきましょうか。横からの映像は後ほどお見せしますけども、まず全体的にはですね、このブラックのツル系のレザーに、まあ、ちょっと今カンペ見ますけども、このパロミノっていうのが焦げ茶の部分ですね、これがパロミノブラウンっていうヌバックの素材、まあ素材はヌバックなんですけど、パロミノブラウンというカラーみたいですね。まあ僕的にはもうなんかちょっと焦げ茶っぽいので、まあちょっと焦げ茶っていうところがあるかもしれませんけど、まあこれがパロミノブラウンですね。で、黒はツル系ということで、素材としてはヌバックと普通のレザー2種類ですね。で、あとでまあ細かく見せますけどね、ゴールド、こうシューターのところにゴールドが入っていたりということで、まあすごくシンプルな作りですね。で、ちょっと今日は最初にね、忘れないうちにちょっと儀式をもうやっちゃいたいと思うんですけど、うわ、すげえ、なんだこれ。今回ツンときますね。ちょっと時間が空いたので匂いがね、いつもとね、ちょっと日が経ってますんで、どうかっていう違いはあると思うんですけど、まずはね、すごいツンとね、嫌な感じの匂いしますね。まあ今回のはあんまり好きじゃないかなっていう感じです。はい、ではね、早速ちょっと横から詳しく見ていただきたいと思います。ではこれが横から見た前景ですが、まあ先ほど上からもお見せしましたので、パーツごとに拡大しますけども、まずはこのつま先側、まあつま先側に限らずですけども、今回メインで使われている黒のツル系のレザーですね。これは今回シワが結構少なめなツルっとした感じで、程よいシワ感ですごくね、個人的にはいいかなと思います。まあ作りはいつもながらですかね。で、今回使われているパロミノブラウンというのが、このつま先とか、まあサイドの数種とかもそうですけども、こんな感じで、で、これはヌバックなんで、触り心地がね、すごくサラサラしててね、個人的にはいいなと思います。このヌバックの質感なんかもお分かりいただけるんじゃないでしょうか。まあ作りはいつもながらですけどもね、数種もこのパロミノブラウン、これも一緒ですね。で、周りの黒も普通のツル系のレザーということで、この辺は作りは一緒。まあ数種がね、合皮じゃなかったのはいいなと思います。はい。で、続いてウィングロゴですけど、これが今ウィングロゴをちょっと極限まで寄ってみましたが、こんな感じですね。で、これは仕様が変わった後の片押しではなくて盛り上がりタイプですね。で、このエアーとボールの間、この隙間の線はなくなってる、よりオリジナルに近いウィングロゴですね。まあもうこれはね、多分ジョーダン1の仕様がこれに確定したというか変わったということで間違いないと思います。で、ちょっと引きますけど、はい、このパロミノブラウンね、ちょっと今実はこの手があるこの辺から強い光がこうちょっと入り込んでるんで、こっちはちょっと明るめに映ってると思います。このシューレースホールの近くはね、暗めに映ってると思うんですが、こっち側の方がね、色が似てるかなって感じですね。ちょっと光の具合で見え方は違ってて申し訳ないんですけどもね。で、そのままですね、ちょっとよれてますので、この履き口周りですね、この辺、まあこれはいつもながらの合皮っぽい感じで、まあ中は後でお見せします。で、ヒール部分の拡大がこんな感じですね。まあ素材感はまあ全体的に同じパロミノブラウンなので、素材のかカラーの違いはありませんね。で、作りもいつもながらといった感じなので、まあこれはね、特に特筆するところはないかなという感じですね。はい、ヒール部分ももうここはいつもながらのジョーダン1の作りですので、このウィングロゴの方から来まして、こうぐるっとね、内側の方に行っているという感じですね。で、内側の方も左右対称のデザインですので、まあ、特段こう特筆すべきところはなくて、まあ素材感的には先ほどから何度も言っている通り、黒が普通のレザー、ヌバックがパロミノブラウン、
ですね、もうそれに統一されてますということで、まあアッパーの作りはねこんな感じですね。いやーいいですね。ちょっとこう見るとね黒光りしていてね、僕的にはすごくこういうのはねいいですね。はい、で続いてミッドソールですね。でミッドソールの作りはまあいつもながらといったところで、で色は真っ白ではなくてちょっとこう黄色みがかったナチュラルカラーというかセールカラーというかね、あの最近のジョーダン1ではよくある感じのミッドソールですね。ちょっと模様なんかがねこれでお分かりいただけると思います。まあこれの模様はねよくある模様の大きさですね、変わりません。はい、続いてアウトソールですね。アウトソールはこのアッパーのパロミノブラウンと同系色のこの焦げ茶一色ですね。で色的にはですね、まあアッパーの色と近いかなというところで、よくね素材が違うのでこのアッパーの色とアウトソールの色がね同じ色なんですけど明るかったり暗かったりってありますけど、このモデルはこのアウトソールのこの色もアッパーの色もね似てる感じですね。そんなにまあ多少違いがありますけど大きなね色の狂いはないかなといった感じで、この焦げ茶のねアウトソールいいんじゃないでしょうか。で模様なんかはまあこう見ていただくとね最近の感じですかね、あの昔よりちょっと細かくなった系の模様かな、ナイキエアーなんかもねもうこれも普通ですかね。これは昔ながらの模様の大きさっぽいですね。まあアウトソールはねカラーとかモデルとかによって多少ばらつきありますけども、全体的なざっくりとした作りはね変わりません。多少このねこの模様がちょっと大きかったり小さかったりみたいのはありますけど、まあ誤差なのか何なのかというところですね。色の感じはねこれで伝わるかなと思います。シュータウンは黒にゴールドでナイキエアと、で今回はナイキにしか R 入ってませんね。はい、こんな感じですね。このシューターンいいですね。このゴールドがアクセントになっててすごくいいと思います。裏もゴールドで文字が入っていて、まあ、裏地も黒ですね。だから真っ黒という感じで、黒金はまあ間違いない組み合わせですからね、いいと思います。はい、でシューターンの作りはまあいつもながらということで、はい、特段特筆すべきところはないですね。シューレースは最初からついてくるのが黒ですね。黒で、あれ替えはねえのかな。あ、替え今回ないんですね。黒一色しかついてないですね。インソールは黒にねゴールドでナイキエアということで、でまあプリントはいつもながらのペライプリントになってますね。わかりますかね、このペラさ具合、ペラペラのプリントですね。はい、裏側がこんな感じですね。もう仕様が変わったインソールで、ドリームシェルって今は書いてありませんけども、ちょっとこうサイズが書いてあったりという感じですね。こんなとこかな。なんかすごく簡単でしたけど、今日はね替えのシューレースついてないんですね。ちょっと面白くないですね。いつもはこの替えのシューレースをねつけてみてどんな感じかってお見せするのがまあ定番なので、あれついてないんだ。ついてないんですよね。あれ俺のだけなんか抜けちゃってるとかそういうんじゃないよね。ちょっと調べます。今見る限りなさそうですね。だから今回は黒一色なので、じゃあ片方だけでいいですかね。ちょっとこっち側だけ黒通してみるんで、まあ映像とか画像で皆さん見てると思いますけども、一応僕の方でもね通してお見せしたいなと思います。黒タグは品番が DZ5485020 とエアジョーダン1レトロハイ OG です。天然比較と合成繊維ですね。まあこれはいつもながらですね。はい、ということでアッパー、ミッドソール、アウトソール、シュータンですね。あ、中は見てなかったですね。はい、すいません、段取り悪くて申し訳ないです。中の作りがこんな感じですね。まあこれのテープ止めだったり、グレーの穴開きだったり、縫い目だったり、まあこれの作りもいつもながらですね。前の方にも開いてますね。ちょっと光の具合で見にくいところがあって申し訳ないですけどもね。内タグがこんな感じですね。まあこれもいつもながらの作りですね。下の方にナイキ .com のアドレスが入っていたりということで、作りはいつもながらだと思います。なんか久しぶりのスニーカーレビューだったんで、ちょっといろいろ忘れちゃってて申し訳ないんですが、上側から中から横外と全体的にお見せしましたね。ということで、じゃあ最後にですね、ちょっと今回あんまり面白くないですけど、このついてきた黒をね上まで通してみて、全体を確認していただいて終わろうかなと思います。じゃあちょっとお待ちください。ちょっと前からねこのシューレースがすごい硬くなって通しづらいんですよね。はい、ということで通してみました。まあ黒はもう皆さん見てるんでね、知ってるよということだと思いますけども、こんな感じですね。ちょっと今ね紐が長くなりすぎちゃったので後で調整しますけども、
この前ご質問でこう多分こうなっちゃうっていう質問だと思うんですよね。これはまあ慣れてくればね自然とこう垂れてくるので、まああんまり気にする必要ないかなと個人的には思ってますので、最初のうちはちょっと気になるかもしれませんけど普通に履けばいいと思います。まあこんな感じでねいいんじゃないですかね。あとはちょっとこれが長すぎるの嫌だって人はもうちょっと入れればいいですしね。僕はまあこのぐらいで、あとはちょっと履くときに多分もうちょっと脱いだり履いたり簡単にできるようにするにはもうちょっと短くなるかなという感じで、はい、こんな感じです。ちょっと色がね全体的に黒とこけ茶しかないので地味だなと思う方はちょっと明るめな色をねつけてみるのも面白いかもしれませんね。正面から見るとこんな感じですね。こう上から見るとこんな感じで、さっき説明しませんでしたけど、あの僕のね動画で前紹介したこのシューレースの通し方で今回通してあります。まあちょっと色が一色しかないので、変わり映えしませんが、シューレース通したのがこんな感じでございました。はい、ということでレビューの方は以上ですかね。で最後に感想言いますけども、これはねマジでかっこいいと思います。でまあ今ねスニーカーのブームもね一段落したとかいろいろ言われてますけども、うん、まあ個人的にはね買いやすくなってくれるのは全然 OK なんで、もう全然いいと思いますし、まあこれもね僕はたまたまいい番号引けましたけども、それなりの人気だったというか、まあ一時期の大ブームの時に比べればねそうでもなかったというか人はそれなりだったんですけど、買いやすくてね買えたのは良かったと思いますし、値段が上がったんでねちょっとやめとこうかなとかねちょっと躊躇されてる方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ個人的にはこれからの時期にすごく合わせやすいですしね、カラーリング的にも渋くて、でこのゴールドの差し色なんかね小正面から見るとすごくかっこいいじゃないですか。はい、ということで先週ちょっと動画サボってしまいましたけども、まあマイペースにね更新していきたいと思いますので、なるべくね、週に1本は出せるように頑張っていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。ということで本日は簡単ではございましたがスニーカーレビューの方以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。